密兵器未来人の今日のあいつらうまそうだろ。うん、うまそうだった。うん、アホか。あのロックうまい人ちゃうで。魂やで。世界線やのでぶっ飛ばすぞ。僕たちの友情と情熱と仲間と世界線やの夢にいくぜ。大切な世界の人々にこの歌を捧げます。俺はいつだって完璧なんだよ。俺がいねえ4人はダサすぎて売れる気がしねえや。よっしゃ、じゃあ一致やりますか。燃えてきた。はい、チーズってこんな感じ。なんでもいいんじゃねえの。ダメだよ、対抗用があるんだから。優勝は200万とメジャーデビュー、これに出場して名前を売ること。おめえ俺嫉妬してるだけだろうが。お前に俺の気持ち分かんのか。ラブライディングのシン君やるやつ。シンさん、本当に僕たちのこと忘れちゃったのか。自分の一番身近な一番大切な世界にやっと気づいたんだ。仲間、そしてファン。真夜中に交わした約束、バラの婚礼。信じるがゆえに愛に生き、愛に死す。虚無と悲しみに落ち、それでも神を信じますか。
この愛に勝てるか。あなたのそばにいるって約束したのに。水木！迷宮に迷い込んだ少女水木と迷宮の住人アダム。19年に一度訪れる加減の月が二人を再び引き寄せる。月が消える前に会えたら一緒に行こう。お前には俺がいなきゃダメなんだよ。だから頼む、戻ってこい。あなたは生まれ変わっても同じ人を愛せますか。加減の月ラストクォーター。肩まで伸びたストレートの髪を折り曲げた5本の指でかき下ろすような仕草をしながら、ずっと目線を上げてこちらを見た。目があったが、女が見ているのは僕ではないような気がした。夢ばかり見るんです。起きていても夢が私のそばにいて、いつも半分眠ってるみたい。起きていても夢の中。さやを紹介したこと、今頃になって少し後悔してるんですよね。僕のシナリオにはなかったことなんですよ。もっともまだエンドマークは書いちゃいませんけどね。私、人に物を食べているところを見られると吐いちゃうんです。食べるために生きているようで嫌なの。私ダメなんです。ダメって。早く犯してくださいよ。それが僕のシナリオでのあんたの役目なんだ。僕には一生かかっても回ってこない役目ですからね。そんな役俺は引き受けちゃいないぞ。
遠しず。こんな愛を見たことありますか？怪獣だよ。ロックは怪獣なんだよ。あの俺そろそろゼッペリンがゴジラだったらな、俺らメカゴジラなんだっけ、ダメなんだよ。俺たちメジャー行ってもキーポンロケンロールで行くぜ。かわいい置いてこい、ロックの神様。メジャーマンを一発で終わりたくないでしょ。このバンドでベース弾ければ文句ないし、それが一番楽しいから。すっげー、ずっと私のこと見てたでしょ。君は僕が作る曲が好きなの？それとも僕が好きなの？なんかイメージと違う。これからああいう感じになっちゃうの？世間は愛に飢えてるんだからね。そんなのロックじゃねえよ。君が理想を追ってる限り私は好きよ、君のこと。ぶっちゃけ無事でしょ、生活ブームの頃と違ってさ。バンドつったって社会なんだよ。生き残れんのは戦略の上手いやつだけ。私ロックってダメな人だから。くだらねえ、帰れろ。負け犬の遠吠えなんだよ。さっきみたいな大人にバカにされて、それでも黙ってんのがバズだったら、バンドってなんだよ、ロックってなんだよ。バンドなくなったらさ、俺何ができんだよ。集合に戻してください。組だ、組、もう組、お前たち組、もういいよ。おめえがやめてやるよ。俺がやめてやるよ。 People call, say beware doll, you're bound to fall, you thought they were all。 俺たちがやってるのは歌謡曲じゃない、仮にもロックなんすよ。 How does it feel like a rolling stone。 誰もいなくなったって私だけは味方なのに。アイデン&ディティ。私の中に芽生えた小さな光、それがどうやって生まれたのかどうしても思い出せない。でもそれは心の中で確実に生き続けている。昔ある二つの星が突然ぐちゃぐちゃに壊れてしまいました。悲しくて壊れた星は森の中に落ち、一つはバイオリンの弓になりました。童話好きなの。ここに来たのも童話に出てくるバイオリン弾きがみんな夢を運ぶ存在だったから。妹はこの世界のどこかにもう一人の自分がいるって言っていたんだ。親の顔が見てみたい。いません。偶然だな、俺の親もいねえんだよ。知ってるよ。いつかは死ぬ。これだけ生き続ける、それが楽しいと思うか。パーシー、何でお前が生きてて、何の兄貴が死んでんだバカ野郎。お前は行け、俺はもう十分だ。ダメだよ、俺一人じゃ死ぬな。僕たちはいつも笑いながら泣いていた。ムーンチャイルド。
K、本当にどうもありがとう。俺たちのペンションで死ぬんだ。落ち着いて、落ち着いてくれ。衣装はないのか。ナイフ持ってる。なんでこんな死んだ奴らの後始末ばっかりしなきゃいけないんだ。後には引けないんだ。やるしかない。お父さん、やるなら早くしないと。おい、やる方向かよ。リチャード佐川です。お日様もニコニコ見つめてる。さあここは来てみなきゃ分かんないって。ほら、ヤンコだってこんな気持ちいいじゃないか。